はい、ピースケです。サックスペやっていきますということで、なんかもうあれか、明日祝日なので結果が今日来たようなので見ますということで、あれどこで見んだっけ、ここか、257でございました。はい、まあ、ちょっと残念な順、自分的にはね残念な順位であったんですけど、まあとりあえずハゲゾウは1枚もらえましたっていう感じですね。まあ2000円でもらえるので、2枚欲しかったなーって感じはしますが、はい。でね、投手がね全然成功しなくて、あのメートル見たら分かるんですけど、これ金徳が結局全部成功しないまま遭難しまして終わってしまったということで、はい、こんな結果でございました。いやー、2日ぐらい死んでたのでね、なんかたまにはなんかこういうイベントもね、がっつりどっかでやれるタイミングがあったらいいなとは思いますが、はい、いつかって感じですね。なんだこれ。で、無料10連やりたいんだよ。無料10連やりたいので、こいつを片付けよう。を片付けたい。あ、でこれはね王子に使ってしまいます。いいです、後悔はありません。すぐ使っちゃう人間なので。でやっとこいつが45でいけましたっていう感じですね。長かった、全然解放しねえんだもん、通常といい王子といい。はいって感じです。まあ、このあとね寺道くんとかなんかね、あと2回ぐらいありそうな気がするんだよね。っていうのがすごい怖いんですけど、なんか無料ガチャが第3弾とか書いてなかったっけ、ような気がするので、まあ、ちょっと見方があれかもしれないけど、第2弾、無料ガチャ第3弾まであるので、あーでも、どういうことこれ、あ、これは1回だけか、いや違うな、3日間、あーまあ捉え方によっては PSR3 日間確定ってことこれだよね。あーまあ内容が良くなる、大丈夫かな。なんかね怖いんですよね。まああと1回がまあ安牌だとは思うんですけど、下手したらあと2回来そうなのでちょっと怖いなって思ってます。であれボックス埋めていきますか。おお、夢白出るんだ、白井ゆきちゃん、パワプロなのにゴルファーって。はい、ということでいきましょう。何が欲しいんだろう。まあ守るはいくらでもあってよくて、レイリーが一番欲しいかな、こんなのだったら。リーチかかってんのがそんぐらいなので、あ、まあ同エレイリー、ドーエレイリー、アーサー、まあその辺かな、お願いします。で俺毎回これ SR 出ないので。はい、絶対出ない、1回か2回本当出ればいい方みたいな感じなので、でも今回確定があるので、もしかしたら出ないで終わるかもしれない感じですね。はい、結構こういうのってあんまり持ってない人の方が出やすいのかなっていうような気もするんですけど、気がするだけです。俺は出ないって感じですね。今までの感じで言うと、はい、ということで以上です。ハゲゾウとあれですね。で天才確定がいっぱいあるので、まあ何か
パワー更新へ、ここはなし。ダイエーって強化されてんの？されてんだと。まあなんか成功、まあ面白そうなとこがあんまりないんですけど、まあ、なんか面白そうなとこがあったら動画上げようと思うんですけど、まあ、円卓とか頑張って成功させたいですね。円卓、北斗、マントル、北雪、まあ、この辺が本命だと思うので、まあ、パワーコーもちょっと楽しみですけどね。っていうとこ でパワーコーと春英はテルモリ使ってなんかできそうなので、なんかその感じもやりたいとかあるかなって思いますんで、はい、まあもしなんか成功したのがあれば、はい、動画載せていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お待ちしております。もう山は、はい、できたら誰か教えてくださいということで皆さんピースな一日を。バイバイ。